ど私の今島にいる子たちみんな気に入ってるんだよね。どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回はあつ森パート52やっていきたいと思います。そして皆さん7月になりましたね。ついに夏本番ということでね、結構ワクワクしてるんですけども、まあ熱中症にはねお気をつけください。そしてまあ動物の森が発売されてからね、まあ結構経つと思うんですけども、改めてねちょっと自分の島フレッシュマスカットをね振り返ってみたんですよ。私のフレッシュマスカットって個性あるかなって考えた時に、今のところ 50% 個性あり、残りの 50% はあんまり個性ないなみたいな感じなんですよ。けど 100% 個性ありにしたいので、どうしたら個性的な島にできるかなっていうのを考えまして、マイデザインをたくさん使えばいいんじゃないか。飛び出せ動物の森の時って島クリエイターとか全くないので、基本的にマイデザインで個性を出していたんですね。あつ森でもそれをやろうと思いました。ということで改めてね、自分だけの個性のある島づくりをしていきたいと思います。そしてね早速行動に移してみました。まずここの道なんですけど、この前まではねただの土の道だったんですよ。けどサイドにこのレンガのマイデザインを引いてね、道っていう感じにしてみました。でここの部分なんだけど、低木割ってるじゃないですか。前まで丸太の柵だったんですよね。けど今ねちょっと低木にしてまして、でまあ低木だけだとちょっとシンプルだなと思ったので、この後ね、家具とかいろいろ用意してあります。この辺とね組み合わせていきたいと思います。でもその前にねちょっと自分のアレンジした部分を紹介していきたいと思います。はい、飛行場の入り口に来ました。前までねここの地面の部分は島クリエイターであるテラコッタタイルを使っていたんですよね。けどテラコッタタイルってやっぱりみんなが使えるわけだから個性は出ないじゃないですか。ということでね自分でマイデザインを作って引いてみました。で全体的にねここの入り口に置いている家具は白とかが多いので、白っぽい感じのねレンガを作って引いてみました。やっぱりねマイデザインを使うことで自分らしさが出せるかなと思いました。そしてこの案内所に降りていく部分なんですけど、こちらもね自分のマイデザインのねレンガを引いております。じゅんくんかわいいね。ふぅ、ちょっと一息ついてたところさ、ピロリン。ごめんね、休憩中に話しかけちゃって、ゆっくりしてね。かわいいなぁ、本当にもう。ということでね、案内所前の道もね、こんな感じでマイデザインを引くことができました。あ、そう。そしてね、そういえば今日しずえちゃんがね、キャンプサイトにお客さんが来てるって言ってたので、ちょっとお邪魔していきたいと思うんですけど、その前にロボくんに話そう。かゆい。かゆすぎる。ポリポリ、ポリポリ、ポリポリ。頭が変になっちまいそうだ。かゆ。あー、それは飲みだね。ほい。なんかかゆいと思ったら飲みか。ありがとな、タマ。おめえに飲みがついてた時は俺が取ってやるよ、ヤノカ。あー、ほっといて。飲みがついてたらちょっとほっといて、恥ずかしい。ということでね、ちょっとキャンプサイトの方お邪魔していきたいと思います。いや、誰だろう、久しぶりのキャンプサイトのね、お客様だから。恐れ多い。よ、お邪魔してるぞ。おいらはちゃちゃまる、羊最強の男だ。うわー、生で見れた。もはや有名人に会った気分だ。今日はこの島に武者修行を兼ねてキャンプに来たんだ。短い間だけどよろしくな。ふん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 。この島の浜辺って走りやすそうでランニングにちょうどいいな。ここでトレーニングに励めば、ボルダリングの一流選手になれる気がするぞ、ふんふん。あ、待って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 、本当にどうしよう。待って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 。私さ、毎回の住民厳選で、ちゃちゃ丸狙ってたんですよ、割と。ね、待ってどうしよう。けど私の今島にいる子たち、みんな気に入ってるんだよね。で、リリーちゃん呼んだ時点でね、一応もう住民確定って思ってたんですけど、いや、まさかちゃちゃ丸来ると思わない。
ないじゃないですか。どうしよう。ちょっと待って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 。本当にどうしよう。え、試しにこれさ、引っ越してきなよってしたらどうすればいいんだろう。いいのか？へへ、スカウトされるなんて、ちょっと照れるな、ふうふう。うお、かわいいな。お前みたいなライバルがいてくれると、毎日張り合いがあっていいかもな。早速、この島の内緒に聞いてくるよ。これって確かランダムなんだよね。え、待って、どうなんの？本当に待って待って待って、どうしよう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 。残念だけど、案内所に聞いてきたらダメだったんだ。あー、うるうるしてる、ちゃちゃまる。今、この島には新しい住民を受け入れられるだけの空きスペースがないんだってさ。なあ、お前ってこの島のやつなんだろ？おいらが引っ越せるように島の誰かと掛け合ってみてもいいか？ふんふん。え？待ってよ、ちょっと待って待って待って。え、これいいようにしてもさ、引っ越し確定ではないよね。とりあえずいいようにしてみるか。え、マジで？じゃあさ、ドレミってやつとトレードって、どうドレミちゃん。待ってよー、ドレミちゃんはちょっとなー。ちゃちゃまるー。いや、どんなにちゃちゃまるーでも、ドレミちゃんは、え、ちょっと待って、本当に、え、あの、え？ドレミちゃんですか？ドレミちゃん大好きなんですけど。あの、ちょっと待って、本当にどうしよう。え、ま、あの、ちょっと待ってくださーん。かわいいよな。かわいすぎるんだよな。ちゃちゃまる。え、これさ、一回断っておいてもさ、引っ越し勧誘するチャンスってまだあるよね。だからちょっと一旦ここで断っておいて、で、また考えます、一人で。で、次回の動画でね、私の島にちゃちゃまるがいるか、ドレミちゃんがいるかは、お楽しみにということで、一旦ここで断っておきます。そりゃ、急に行っても難しいよな。まあ、縁がなかったってことで、今回は諦めるよ、ふんふん。私もちょっと考えるわ。とりあえず考えとくわ。でも、とりあえず写真撮ろ？ね。なんて可愛いんだ、ちゃちゃまる。可愛いぞー。いや、めっちゃ悩んだな、めっちゃ悩んだ。え、待って、時間めっちゃ経ってんじゃん。どんだけ悩んだの、本当に。12時半って、私だって撮影し始めたのって11時何十分とかでしょ。マジかよー。そんな悩まさせたのか、ちゃちゃまる罪な男、ドレミちゃーん。ドレミちゃん。私もやっぱりネギ太郎、たまま、ピロリ、そうだよ、この口癖っていうか、この挨拶。あー、ドレミちゃん、お話ししよう。今日みたいに空が綺麗な日はお散歩がすごく楽しいですよね、ピロリン。ドレミちゃん、うわー、やだよ、やだ、ドレミちゃんがいなくなるのはやだけど、でもちゃちゃまる来てほしいっていう気持ちは無限中ちゃうな。あれ、待って、今日の動画ってなんだっけ。あ、そうだ、個性のある島を作りたいって言ってたんだよね。あら、シルエットちゃん素敵ね。ちょうどいい場所があったから一休みしてるの、ピロリン。素敵よ、素敵素敵。いくらでもゆっくりするんだよ。そして、そうだね、そうそうそう、個性のある島を作りたいって言って、で、ここにね、マイデザインを引きましたって言ってたんだよね。やばい、いや、マジで悩む。まあいいや、とりあえず今日の動画やりましょう。かわいいな、アシェクサ、何やってんの。まあ、ということで、じゃあこの辺のね、道の整備をしていきたいと思います。まあ、で、整備っていうのはね、こういう間にね、こんな感じで家具を置いていくんですけども、じゃあここら辺とかに丸太の杭置くか。オッケーオッケー。じゃあここに丸太のスツール置いて、熊のチビちゃん置こうかな。ほら、かわいい。これ T シャツかわいいでしょ。マイデザインでリメイクしました。まあ、丸太の杭はね、結構用意してあるので、どんどん置いていきましょう。あ、やっぱりね、アジサイだけじゃない方が全然いいわ。こっちの方がめちゃめちゃかわいい。はい、ある程度ね、こんな感じで家具をね、間に置けたんですけども、ちょっとね、置いてるうちにね、この低木がさ、アジサイだとちょっと色鮮やかすぎちゃって、このね、住宅街、プチ住宅街の雰囲気に合わないなと思ったんですよ。だから、この低木、ちょっとアジサイじゃなくてね、他の低木に変えていきたいと思います。
はい、ということでね、道の整備ができたので紹介していきたいと思います。で、さっきまで植えてたのがアジサイの低木なんですけど、ヒイラギのね低木を植えてます。で、低木だけだと寂しいなと思ったので、オレンジのコスモスとね白いコスモスも植えてます。で、まあ、ここに飾ってある家具はね、ちょっとしたガーデニング家具ですかね。で、まあこう言っていきますと、ここにねちょっと休憩スペースがあって、まあここからだとねこんな感じでねペーターくんのお家も見れて、しかもねなかなかなフォトスポットだと思います。そしてこの下の方に行くと、あーセミがいる。そっか、7月だからセミも出てくるのか。をちょっと捕まえちゃいましょうか。ほい、オッケー。何ゼミこれ。ん、これはクマゼミか。で、ここはね前からあったねちょっとした釣り堀ですね。で、この釣り堀の近くにこれ、この前ねほら、あの虫捕り大会でゲットしたありがたい虫かごね、複数ゲットしてたのでここにも飾りました。なんかすごい夏っぽくないね。夏っぽいよね。で、この下のここのねノームの置物が向き合ってるのめっちゃ可愛い、お気に入りポイント。で、まあこの辺にはねお人形さんとか置いてちゃんとメルヘンチックにしてます。で、あと今考えてるのが、ここにじゅんくんのお家あるんですけど、やっぱり外観が白じゃないですか。で、住宅街がオレンジっぽい雰囲気なので、ちょっとねじゅんくんのお家もね移動させようかなと思ってます。まあそれはねまた後々考えましょう。で、こっちの方にもね家具、園芸ワゴンとかね置いたりして、まああとはクマさんだよね。てな感じでね道整備は終わりでございます。で、まあねプチ住宅街は下にも続いてるのでね、この辺の道整備は後でやっておきたいと思います。ペーターくん、いやー今日は僕に注目って感じなんだね。ピロリン、今日もだよペーターくん、今日も注目だよ。そうそう、今ねキャンプサイトに誰かが遊びに来てるみたいだよ。その誰かがちゃちゃまるなんですよね。そうだ、忘れてないけど忘れてたわ。いやマジそう、それだよそれそれ。うふふ、どんな子だろうね。僕も後でちょっと会いに行ってみようかな。ピロリン、もうさ、この島に呼ぶか呼ばないかはもうペーターくんが決めてくれないかな。もうね私だけでは考えられないんだよ。ちょっと後でさ、ペーターくん一緒に会議しようね。後で一緒に会議しようね。ということで皆さん、あの次回この島にドレミちゃんがいるかチャチャマルがいるかっていうのはね、私とペーターくんで会議して決めたいと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ということで今日の動画は以上です。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 SNS はね Twitter と Instagram やってますので、そちらもね概要欄にリンク貼ってあります。フォローしていただけると嬉しいです。ではでは、明日も一日頑張りましょう。タマでした。バイバーイ。おつたま。